ローマ帝国の成立。紀元前27年に、オクタヴィアヌスがアウグストゥスの称号を得て、ローマの帝政時代が始まった。画像は、バティカン美術館所蔵のプリマポルタのアウグストゥス。エジプト女王クレオパトラ7世。絶世の美女として知られるが、彗星のプトレマヨス長孫族のために、ローマの有力者と結ばざるを得ない事情があった。 画像は19世紀フランスの画家ジャン・レオン・ジェロームの歴史画で女王とユリウス・カイサルの出会いの状況を描いている。カイサル暗殺。インペラトルに就任したカイサルは独裁傾向を強めたとみなされ、共和制の維持を唱えるカッシュースやブルートゥスに暗殺された。画像は暗殺直後を描いたジャン・レオン・ジェロームの歴史画。ポンデュガール。 ローマの水道橋を代表する南フランスのこの橋はアウグストゥスの復讐アグリッパによって建設されたカプア南イタリアカンパニア地方の中心地でローマとはアッピア街道で結ばれ大いに栄えした検討士奴隷の工業が盛んでスパルタクスを指導者とする第三次奴隷戦争もこの地の検討士養成所から奴隷が逃亡したことに橋を発する画像は カプアの円形闘技場の遺跡、ケルト人の象徴、カエサルの遠征でアルプスイ北のガリアは共和制ローマに起伏した。これらの地に住んでいたケルト人たちはラ・テーヌ文化の担い手とも考えられている。画像はラ・テーヌ文化を代表するグンデストルップの大釜、ネムルト三分母の彫刻軍。現在のトルコ東部にあったコンマゲネ王国では、 アンティオコス一世により独特な墳墓が営まれた。パルティアの挑戦。パルティア王オロデス二世とその配下のスレナス率いる、景気兵にクラッスス率いる、共和制ローマ軍は殲滅された。画像は、エリマイス地方から出土した、パルティア人の肖像彫刻で、期限前後の勝負の気風に富んだ、この時代の基人の風貌が伺える。マガた地方の王権。 紀元前2世紀にマウリア朝が崩壊した後のインドでは春が朝からカーンバーサの王権が続いた。画像は春が朝時代に作られた役者像、王将君。前漢と郷土の和平のために古漢や全部へと嫁ぐことになった悲劇の女性として語り継がれた。画像は明治時代の菱田春草の王将君図。前漢後期の新鮮思想。この時代には、 様々な民間信仰や新思想が世上を賑わした。時に武帝時代の不幸のかのような事件を引き起こし、長じて王毛の定位散脱にもつながる要素を持っていた。画像は台湾古旧博物院所蔵の火災灰陶器で、表面には運気門を伴った竜、鳳凰、陶鉄といった新鮮のイメージが描かれている。銅卓の祭祀。 後人国遺跡と並ぶ古代出雲を代表する、鴨岩倉遺跡からは39個の銅鐸が出土した。これら銅鐸の製作年代は、弥生時代中期から後期にわたる。画像は、島根県立古代出雲歴史博物館での展示の様子。紀元前一世紀は、西暦による紀元前100年から紀元前1年までの100年間を指す世紀。 紀元前を区分する最後の世紀でもある。紀元一世紀の直前の世紀である。紀元零世紀というものは存在しない。なお、天文学や ISO8601 では、紀元前一年を、西暦令と定めている。全観光送り。ありがとうございます。